皆さん、こんにちは。今回もスプラックスでプレイングサッカーの、シャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードに。レバンドフスキー。はい。動き出しはあまりないですね。ただ、ボールタッチ、シュートと。はい。で、キック、ボディコンタクトも強い、ヘディングも、ドリブルもあると。はい。一人で点を取ることに特化した選手ですね。コートジボワールのサモハンカル、ストライカー。アメリカの、プリシッチですか。はい、ウィングですね。スピード、フットワーク、非常に高いと。いや、動き出しもありますね。強いですね、この人。ぜひともね、攻撃的に使いたいですね。で、メキシコのサイドミッドフィルダー、アシュリー・ヤング、イングランド。スピードはあると。うん。はい、で、チリのセンターミッドフィルダー、イタリアのセンターバックの選手ですね。で、アルゼンチンのセンターバック、ユムティティ、フランス、キエリーに強い。強いけど、2センター。はい。カートルのキーパーが入ってます。で、控えが川端、柏木、柴崎、オーストラリアのウィングバックと。なるほど。柏木。いやー、この辺ですかね。柏木。どうしようか。サモハンカル。はい。相当苦しいですね、これじゃ。いやー、2センター。2センターバックですね。まあ、ここでもう止めるしかないですね、なんとか。で、まあ、プレッシングラインできるだけ低くしておいて、これでなんとか話は取ってんのかな。この人入れてもいいぐらいですけどね、むしろ。はい、ちょっとね、低めに守んなきゃいけないんで、この2人上げたいぐらいですけどね、まあ、柴崎柏木の、ここでフィルターになってくれればという感じの攻め方でいきますかね。レバンドスキーに期待ですね。相手はロシア。はい、さあ、ロングフィード。はい、カルーに通りましたね。いや、ちょっと左に人数かけてるからここ使いたい。そうですね。うん。はい、柴崎が行きます。チリの選手が行くと。はい、柏木が奪って、カルー当てて落として、レバンドスキーには通らない。はい、もう一回ですね。いや、流れた。はい、今、柴崎がね、大事なところにボール持ったんで、ロングフィード一発でね、レバンドスキー狙う手もあったと思いますね。はい、この人ね、いい反応ですね、今の。いやー、無理か。それは無理ですね。これも柴崎が取りに行きます。はい、繋いで、レバンドスキー。はい。ほぼ1点。さあ、あ、キーパーか。いや、なんでまた柴崎だ。そうか。KD にとかね、コーナーキックで前に上がってますね。ここは動き出しがないですね。いや、苦しい、今の。あんまりないのか。はい、かなり苦しいことになってます。はい、軽から中央狙いですね、今のは。はい、レバンドスキーのシュートはキーパーと。はい、KD にが行きます。はい、奪いましたね。サイド使って、折り返し中央。はい、うわー、ほぼ1点。はい、ゴロビに対して、チリの選手が当たりに来ます。で、これ、柏木奪って、アッシュリー・ヤングから、ドリブルして、サモアンカル、レバンドスキーシュートと。はい、いいシュートですね。さあ、なんとか。はい、レバンドスキーのヘディング。1点取って、前半終わりたい。はい、レバンドスキーと。はい、今ね、一回切り込んでからマイナス2クロス上げましたね。これなら入りやすいですね、かなり。はい、ロシアの、イタリアの選手、頼む。柴崎。はい、だいぶね、柴崎が、ハードワークしてますね。さあ、これはユムティティが行くと。はい、10番、チリの選手。はい、大丈夫ですね。はい、1-0 と。まあ、交代するほどのものでもないような。ケリーにヘディング決めさせるとかですかね、あとは。はい。まあ、それをやることもないんだけど。
はい、これでちょっとフォーメーション変えていってみたいと思います。ケリーニのヘディング狙い、はい、はい、サマンカルのミドルシュート綺麗に決まりましたね。まあね、軽く攻めれば勝てる相手ですね。もうシュート練習のようにね、遠くからどんどん打ったりしてね。はい、ここに今真ん中にねスペースあったんで、はい、割れてんのか。いや苦しい。柏木が行きます。はい、柴崎からもう一発で、はい、いいですね。縦に速いサッカーですね。柴崎のねカットが非常にいいですね。やっぱりこのフォーメーションの要になってますね、さっきから。はい、当てて、これ今のもね柴崎の、いやーそうか、ユムティティが、動きがねないですね。はい、アシュリー・ヤングから、ユムティティ通して、最後レバンドスキーシュートと。はい、さあこれもアシュリー・ヤングですね。はい、奪って真ん中使いますね。プレッシャーのサモアンカル、レバンドスキー、ユムティティシュート1点と。はい、ちょっとねロシア、守備の強度がだいぶ落ちてますね。これなら簡単に点が取れますね。はい、これも柴崎が当たりに行きます。でレバンドスキー、チリの選手、サイドで右に展開して、はい、プリシッチで最後レバンドスキーシュートと。はい、ここにね大きな空間、今右でねうまく作れましたね。もうちょっとねプリシッチ使うっていく作戦もねあったと思いますけど、今回ね左メインになりました。はい、柴崎、サモンクル、当ててプリシッチと。はい、でもこれスピードで振り切って折り返しレバンドスキーと。はい、まあね、もう完全に、相手のね、サイドを破った状態に持っていけてますね。さあ、どうなる？はい、柏木、レバー出て、カルー、イムティティ、ここ、頼む。はい、一番遠いサイドですけどね、うまくパスが通りましたね。はい、イムティティのハイプレスから奪ってシュートですね。このね、センターバックをセンターバード起用する魅力の一つ、プレッシングですね。さあこれは大丈夫でしょう。いや強い。はい、というわけで、7-0 ですね。柴崎がね非常に効いてましたね。ここでほぼ攻撃カットして、まあ左からね攻めてたっていうのもあるんですけど、その流れで左からねやり返されるパターンも多かったですね。そうなると柴崎が、インターセプト能力ですね、これが多分相当に効いてますね。でなおかつカウンターも持ってるということで、ボール奪ってねすぐにロングフィードですね。はい、これがもうロシアにとっては致命的な攻撃になりましたね。縦に速いサッカーっていうやつですね。はい、やっぱりね柴崎使うとこのね長所が明確に出てきますね。今回も非常にねはっきりした戦い方になりましたね。はい、いや本当に強い選手だと思いますね。特にまあね献身性を含めて、キックの精度とロングパス能力ですね、そういうボールを奪ってから攻撃に転じるね、はい、その一連の流れの、まあ現代サッカーの一つのトレンドですけどね。はい、そこに本当に理解のある選手ですね。はい、非常に使いやすいですね。でまああと、まあ、攻撃陣で言うなら当然レバンドスキーの得点能力ですね。これが完全にロシアの、センターバック陣をね上回った、感じですね。はい、まあ、ロシアとポーランドなんか地理的にね近いイメージがありますけどね。はい、サッカーのレベルにはね、まあそうか、ポーランド自体はあれか、はい、レバンドスキーね本当にもう世界トップクラスのセンターフォワードですね、完全に。はい、非常に戦いやすいですね。でまああとはフォーメーションがね、どうなるかと思いましたが、意外にねまあ相手ロシアだったっていうのも大きいですね。最初2センターやっちゃったんですけど、後半ねユムティティを前に押し上げて、それでもね十分に機能しましたね。はい、まあハイプレスがね加わったっていうのもありますし、ただねヘディングMTT 持ってますけど、それ以外のプレーですね、やっぱりそこで、まあ、足をね引くことがあると思うんですけど、今回はそこまでね欠点が出ずに、はい、特にポストプレーなんか非常にうまくねさばいてましたね。センターバック起用、センターバックの選手をセンターフォワード起用するっていうのはね、一つの作戦だと思いますね。で右ね今回高速のプリシッチがいたんですけど、あまり使わずにねちょっと柴崎左だったんで左からね崩しちゃいましたね。はい、右からもっと積極的に行く手もあったと思いますっていう感じですかね。はい、ほぼねロシアに
こっちの、ね、陣形を踏ませずに、完封勝利と。柴崎がね、プレッシング非常に効いてたということでね、はい。そこでほぼ攻撃がストップしてましたね。はい、っていう感じですかね。というわけで今回はサッカーロシア代表相手に7対0でした。また次回シャッフルモードをやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。